サミュエル・アレクサンダー・キニア・ウィルソンはアメリカ合衆国生まれのイギリスの神経学者。彼が研究していた関連図革の編成による疾患が後に彼の名にちなんでウィルソン病と名付けられた。彼はイギリスのアッシリア学者ジェームズ・キニア・ウィルソンの父親でもある。彼はアメリカ合衆国ニュージャージー州セダービルで生まれた。ウィルソンが生まれた年に父が亡くなり、 彼の家族はエディンバラへ移り住んだ。1902年にエディンバラ大学医学部を卒業後は、翌年にかけて生理学の学位を取った。その後、フランスのパリへと渡り、神経学者のピエール・マリー、1853から1940やフランスの医学者、ジョゼフ・ババンスキー、1857から1932の下で、神経学の基礎を学んだ。 1905年には今度は、ロンドンへと場所を移し、英国発の麻痺、転換の専門病院、クイーンスクエア病院で研修医、そして病理学者として働いた。その後、彼は、キングスカレッジ病院で、神経学の教授に任命された。ウィルソンは、臨床神経学を専門に扱い、転換、ナルコレプシー、執行、高温障害の研究に関して、 多大な貢献を果たした。彼は、エディンバラ大学医学部から1912年に、進行精錬図性錬ンズ学編成という学位論文で、関連図学編成賞について説明して、金賞を受賞した。彼は、この病気の研究によって、名誉を与えられ、その後この病気は、ウィルソン病として知られるようになった。また、彼の論文から、彼は、 水体外路という用語を神経医学に取り入れた功績がある。ウィルソンは神経学の分野において多くの影響力を残した。1920年に創業した習慣神経学、心療内科の編集者として見出され、後に習慣神経内科、神経外科、心療内科として知られるようになった。そして彼の遺作として1940年に、 上下二巻の神経内科に関する体調が上司されたのだった。彼が亡くなる直前に英国の生理学者であるチャールズ・シェディントンと共に、エドガー・エイドリアン医学博士が働きかけて、権威ある最古の科学アカデミーである王立協会の会員にウィルソンが選ばれた。ありがとうございます。